たくさん買えて、しかも安いことで人気の業務スーパー。その道内7つの店舗を運営する会社が今日から破産手続きに入りました。店はどうなるのか動揺が広がっています。札幌のたぬき工事にある業務スーパーです。異変が起きていました。今日たまたまたまって買っていこうかなと思って寄ったら安くてすごいびっくりして。商品棚には空きが目立ち、5割引きのシールも。通常の割引セールではありません。店が営業できない状況に追い込まれていたため、物を売らなければならなかったのです。店の運営会社の社員が加入する組合の担当者は、労働者に対しては社長は話にならない、耳を傾けないという状況が続いてて、自分が乗るポルシェ、高級会社ですよね、っていうのを会社のお金で買ってみたり、家事代行サービスですよね、そういう自分が飼ってる飼い犬の世話をさせたりとか、全然仕事とは関係ない支出したり、不誠実な対応だと僕らは考えていますね。海外の商品を直接買い付けて、税関手続きも社員が行うなど、徹底したコストカットで売り上げを伸ばしてきた業務スーパー。たくさん買えて、しかも安い。業務と名はつきますが、私たちでも利用でき、家計の味方になっています。道内に35ある店舗のうち、問題になっているのは、札幌のたぬき工事や旭川、苫小牧など7つの店です。組合によりますと、フランチャイズでこの7店舗を運営するケヒコの社長が、会社の資金を私的に流用していたことが判明。これに抗議するため、7つの店は18日にストライキに突入しました。しかし、賃金が不払いになる恐れが出たため、従業員らは給与を確保しようと、会社側に通告した上で、24日にストを辞め、営業を再開していました。すごい助かりましたよ。同じ品物でもよそから見たら同じもので安いんだから、もう中からですよ、ほとんど。そうした中、今日ケヒコとその親会社など3社が11億円余りの負債を抱えて破産手続きに入ったことが分かりました。店はどうなるのか、私たちはケヒコの社長に取材を試みました。出ないですね。組合側は今後、雇用の確保と並行して社長の経営責任などを追及する構えです。